まーす。ほら、あとピピってやってエンジンかけたらスタートやから、俺は、はい、おはようございます。2日目の朝ということで、今から、ばあちゃんの墓参りっていう、いよいよ本題ですね、行きたいなと思うんですけども、現在10時半で11時チェックアウトなんですが、まだ嫁がすっぴんなんですね。今から準備するということで、じゃあその間僕どうすんのっていうことなんですが、そういう時はですね、こういった綺麗な景色を見ながら癒されるんですよね。そう、マッサージ機でこちらです。でこのマッサージをしながら20分ぐらい、嫁を待とうかななんて思ったりしてますっていう今日この頃です。GoPro ビデオストップ。無事用意が完成いたしました。嫁さん、はい、お待たせしました。いえいえ、どうでしたか。いや、デリアだと思ってたね。あ、そうです。あとは今日のメインのね、墓参りを行ければ、うん、あとは帰れるとこまで帰ろう。じゃ、うん、あとお土産いいね。あ、お土産よ。墓参りはもう実は行ってきてですね、ちょっと動画は見バレしちゃう可能性がありますので、おばあちゃん見バレ可能性ということで、墓は映せなかったんですけど、しっかり墓参りできてね、よかったですよね。ジローだって。お前ジロー系、ここに来てジローは前はということで、無事墓参りが終わって、今回のメインは終わったんですけど、ちょっと動画には、ね、できなかったんですけども、今からじゃあどこに向かっているのかと言いますと、まあ、せっかく岩手県のちょっと下の方に来たんやったら、もうちょっと足伸ばして、ほんまにちょっと足伸ばすだけで仙台に行けるんですね。で、もうほんとすぐ目と鼻の先と言っても過言ではないぐらいなんで、牛タンを食べに仙台行きました。牛タン発祥のお店とも言われてるんですよね。そうですね。なので今から牛タン行きたいなと思います。楽しみですか。楽しみです。はい、では僕も牛タン大好きなのでね、牛タンだけ食べたいなと思います。レッツゴー、レッツゴー。いやー、着きましたね。仙台駅周辺ということで、めちゃくちゃ寒いですよね。めっちゃ寒い。みんなダウン着てる理由が分かりますよね、うん、こんなパーカーのやつしかいてませんよね。いてませんね。でもどうなんですかね、この辺は結構繁華街というか、結構その飯屋さんが多いんかな。多いね。うまみ太郎に今日は行きたいなと思います。ここですわ。いや、うまかったです。ペロッと完食しちゃいました。牛タンもうまかって、もちろんうまいのはそうやってんけど、意外とその横にあるテールスープもうまい、うん、美味しかったね。意外と牛タンもうまいけど、その横のテールスープなんよね、うん、よし、帰ろう行きましょう。早いな。いや、道の駅じゃなくてパーキングでお土産買ってきました。柿の種、柿、牛タン、こんなにもどっさり。そう、これはお土産だけじゃなくて、今から嫁が食べるなんかお菓子とかもいっぱいありますわ。で、今からはですね、できるだけ関西に戻るような感じで行きたいなと思うんですけど、まあ静岡ぐらいですかね、まで行ければいいかなと思いますトランクに向かって喋ってるヤバいやつだよ。はい、ということで、まあ行けるところまでね、今現在が2時ぐらい、3時、今ね、2時ぐらい、ちょっと遅いな、もう、うん、で、今がまだ仙台やから、もう3時よ。3時か。
っとまあ明るいうちにな行けるところまで行きたいけど、まあ静岡ぐらいまで行ければいいかなと思います。ではレッツゴー。いやー、あれから実は静岡に来ました。静岡は富士というところで、現在が夜の8時ということなんですが、晩ご飯を食べたいなと思います。今日の晩ご飯はこちら、じゃん、ホテルのめちゃくちゃ近く、ここでご飯を食べてね、あとはホテルに帰って寝て明日ゆっくり帰りたいなと思います。餃子とか食べたいけど、中国もいらんくね。あ、まあ餃子基本食べたしな、しかもそうか、だからな、冷やすよな。おはようございます、岩手旅行3日目ということで、どっしりあの疲れがですね、あの体に蓄積されてて、ほんまに30のおっさんやなと思うんですけども、あの体の至る所がもうガチゴチで痛くなっておりますが、今日はあと350キロね残り走って帰りたいなと思います。いよいよ3日目ということで、あとは帰るだけなんですけども、まあ、実はですね、カメラ回すの忘れてて、もう今愛知まで帰ってきてるんですよね。で残りがあと160キロということなんで、2時間ぐらいで自宅に着くんですが、もうなんかずっと座ってるから疲れてるのか何か分からへんけど、ネギ臭あ、味噌ラーメン、ネギ臭、まあ、味噌ラーメン食べたからね、うん、あれですけどね、まあそんなこと言ってますけど、たまたま北海道フェアやってて、行けなかった北海道のお土産を買ってきました。白い恋人とかね、あとはもう帰るだけですわ。別にどこに寄るっていうのもないし、ただただ帰るだけ。夕方には着くよ、まあ、できれば3時ぐらいには着きたいかなと思う。今12時半やから、まあそんなこと言いながらもちょっとね、安全運転で帰りたいなと思います。帰ります。いや、大阪まで帰ってきましたよ。この3日目のね Vlog はね、完全に車内ばっかりになってるんですけどもね、ようやく大阪まで帰ってきました。今日は静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪っていう感じで来て、昨日は岩手、福島、栃木、埼玉、東京、神奈川、静岡、まあ運転時間自体は往復で24時間くらい、もうちょっとあるか、3日間で24時間くらいだね。だから1日8時間ぐらいっていうことで、まあ、こんだけトラックの運転手の人とかな、配送の人が頑張ってるんやっていうのがもう身に染みて分かったけど、ほな一番の思い出は何ですか？お墓参りね。次の思い出は何ですか？ご飯欲しい。ああ、岩手のご飯かな。夜ご飯かな。ああ、温泉ね。ポカポカのね。君もうばあさんかっていうぐらい温泉入るからな。まあそれが良かったかな。良かった良かった。ああ、弟、我が家の近くの見えてきたんちゃう？そうやね。まあ今日はちょっと車の中でエンディングということで、まあ、Vlog の3日目は車ばっかりやって風景とかも映せてなかったけど、ほんまそれぐらい何もなかったんだ。ただ帰ってきただけだったから。富士山が見えなかったし、ね、うん、見えへんかった。まあちょっとこういうコロナ禍の状況でなかなか新幹線は使われんかったけども、まあ、できる範囲で墓参りはできたやろうし、まあ、次もし岩手行くときは金貯めて自動運転で行こう。プリウスグレードアップして、まあ、それまでちょっと頑張ろう。じゃあちょっと最後締めとっとき待っていい？俺もう出口出るわ。ちょっとめちゃくちゃ大きめのモザイクにしといても、真っ黒のモザイクでもいいよ、うん、デブがバレちゃうなんで締めてんのいつもうん、では、では嫁の最後締めが見つからなかったということなんで僕が最後締めたいなと思います、ということで2泊3日岩手旅行ということで、最後は家に帰って白い恋人を食べて終わりたいなと思います。ではさようなら。